ヴァニタスとノエの何も起こらない一日。いただきます。お、このパン美味しいですね。いつもと同じだろう。今日もあんたの寝顔を見逃しました。またその話か。いい加減諦めろ。というか男の寝顔を覗いて何が楽しいんだ。そう言われると、なんでなんでしょう。おい、寝顔を見れたら、ああこの人も生きてるんだなって思えそうだからじゃないですかね。なんだそれは。あんたって生活感が乏しいんですよ。ご飯もあまり食べませんし、私物も少ないですし、寝てる姿もほとんど見たことありませんし、その時も寝息が小さすぎて死んでるかと思いましたよ。俺から言わせればお前があらゆる面において騒がしすぎるんだ。ふん、なんだ、君の同居相手は男性だったのか。妻に教えてあげないと。え、どうしてですか。君の恋人はどんな女性かという話で娘と一緒に盛り上がっていたからね。まったく、私というものがありながら。今の聞いた？あのかっこいいウェイターさん、恋人いないって。わからないわよ。もしかしたらその同居してる男性と。そういう可能性もある。何度も同じことで怒らせてしまったのは反省しているんです。わかるよ。私もよく小さなことで妻に怒られる。そういう時はどうしていますか。素直に謝るのはもちろんとして、機嫌を取るために何かプレゼントしたりもするかな。プレゼント。ああすまない、オーダーがまだだったね。ああはい。じゃあカフェノワゼットをもらえるかな。トロビアンムッシュ。そういえば昔にもこんなことがあったな。先生の城で。え？ルイと喧嘩した？うん。どうして？何が原因？それが僕にもよくわからなくて、さっきまで一緒に本を読んでたんだけど、急にルイが。ノエ、今から僕と喧嘩しようかって言い出して。え、自主的に喧嘩を始めたの？あら、ヴァニタスさん、お帰りなさい。ああ、ちょうどよかったです。お預かりしていた服を繕い終わったので、お渡ししてもいいでしょうか。ああ構わない。いつも悪いな、アメリア。ヴァニタスさんとノエさんは私の恩人ですから、こんなことでお役に立てるのでしたらいつでも言ってくださいね。よいしょっと。なんだか多くないか。はい、繕い終わったヴァニタスさんの服と同じく繕い終わったノエさんの服です。はあ、同室なんですから一緒に持って行ってください。いや、自分の服くらい自分で持っていかず。聞きましたよ、今朝またノエさんと喧嘩なさったって。あれは喧嘩と呼べるような高尚なものではない。お二人の仲がよろしいのは大変結構ですが。おい聞いているか。ノエさん、お仕事に行くまでずっとしょんぼりしてましたよ。